DFM のセロスです。ユタポンです。今回はなんと、ソロ級の勝ち方講座が皆さんのご要望により帰ってきました。そしてなんと今回エクステンさんご協賛のもと、撮っていくんですけれども、まあ手元動画も追加であるということで、まあ、前回とはねちょっと違ったテストでお送りしたいと思います。まあ手元動画なんですけど、まあ、結構ロールはそこまでマウスを大きく動かすゲームじゃないんで、まあ、そんななんか派手な動きはないんですけど、まあ、やっぱその小さい動きの中で滑り出しとか違和感なく動かせてるんで、まあ、そこはやっぱそのエクステンさんのマウスパッドのいいとこだなって思いますね。僕も結構小さいマウスパッドを使っていて、まあ、その僕自分専用の材質のマウスパッドを使わせていただいてるんですけれども、すごいその滑り心地とか動かしやすさがとてもいいので重宝させていただいております。セロさん、何今日の紹介するチャンピオンは何でしょう？今日紹介するチャンピオンはニーコです。ニーコを選ぶ、それ、はい、正解。ちなみにニーコの強さって何ですか？まあ、まずあのレーニングが序盤から強いことと、あの集団戦でウルト決めたら強いこと、あとパッシブでそのうまく敵を騙せるとこですかね。まあ、ニークをやるにあたってまず、コントロール 1,2,3,4,5 に変身をバインドします。はい、まあテクニックはそれしかないかな正直。それで変身すること、まあ、変身に関しては、まあ、ゲーム中にまた解説するんで、はい、おいおい。はい、ルーンの解説なんですけど、取ったのが前のパッチなんでサンダーロードですけど、最近はプレデターも強いですね。であと一番下も MS 取ってるんですけど、ステルワープでも全然問題ないです。はい、それぐらいですかね。まあ今スペルバンプでもいいって言ったけど、結構メイジってサスティン能力が一切ないキャラが多いから、むしろこっちの方がデフォルトなんだなってのが驚きですけどね。正直何でもいいよ、気分気分変えてる。もう買い物が早いですね。はい、まずはリングスタートですね。ちゃんとねリング溶かさないとね、クッキーが1に来ないんでね。これ変身しないで、おーした。あ、てか変身の解説ここでちゃんとしとかなきゃ。これニーコの変身は、ヘルスリジェネと、じゃあ生まれつきのヘルスリジェネとアタックスピードと MS がそのチャンピオンになるから、ちゃんと味方の足の速いチャンピオンとかアタックスピードの速いチャンピオンを把握してないといけない。リジェネはどうでもいいけど。で、この試合で言うと、俺より足が速いやつはいない。マジで気分悪いだから。これルーンだよ。そうなんだ。345は、ルーン。え、デフォルト345。44。こいつもともと速い。速いね、340です。そもそも速い。めちゃくちゃ速い。うん。一番速いルーンじゃん。そうだよ、明治で一番速い。だから、あんまりないんだよね。でも、エース速いやつは結構いるから、まあ、カミールが、今 0.02 速くなるね、カミールに変身すると。でも命令だしな。命令だからいいんですよ。命令いない試合終わってるから、このキャラ。マジか。タワープレート割れないから。はい、対面エコーなんで、デビルはダブルです。すごい、ゾーニングしてる。ミニオン殴るときに W を使ってミニオン殴るを取りません。殴ります。こっちの被ダメージは関係ないので殴ります。ミニオン殴る切れるのマジで強すぎなんだよな。めちゃくちゃ強いよ。一回なんかでスロさんのニーコと対面したときマジでいじめられた。あれで痛すぎて EU サーバーね。 EU だっけ？ EU サーバー。 EU かマジでクソボコられた。いや、メレーにはね、マジで勝てる。全部勝てる。レベル2はね、普通9なんですけど、なんか突っ込まれたんで、いい取りました。あ、音アタック。
ってない。これだって100ダメージでしょ。うん、100 HP100 削れたのに。しょうがない、銀が低いせいで音当たってない。募集してますね。一旦ワーディングをするタイミングなので。偉い偉い。これ普通だったらもうタワー下でも、そうタワー下で調子こいてちゃんと伝えるんで。めっちゃでかい。知りましたね。知らない。おお知らない。一桁残った。そうあのね強化員当たるとねマジでダメージしてるからこんな感じで。これダブルでタワー食わないんですよ。今のかなりうまいな。今のオタクっぽい。これ W。ああ、こんな位置で。ね、ああ、そんな位置で。お前さっき止められたのに。残る。ああ、これグレイブスが通り過ぎるまで待ってる。待ってない。あこれエクコ。TP だったら。まあまあ、そうだね。イグナイトだったから、さっきのイグナイトハラスも正直殺せなかったよ、全然プラスなんです。そういうこと、そういうことなんですよ。これ、イって貫通したら2倍だっけ、スネアで。ね、いや、2倍どころじゃない。レベル1だと 0.7 が 1.8 になる。すごい。なんか上げていくとどんどん変わる、バリアが。はい、ちゃんと敵を倒しました。いるいるでしょ。最近これピンク買うとそのまままた家帰ったら売ることになるから嫌なのかもしれない。OK。 これね、レンズ早いんですよ。ミーコドームしたいんで。確かに早い、かかってるし、ドームしたいんでレンズが早いです。これピンクワード変えなくてもレンズなんですか。まあ、そうだね。おすごい、今 W でフリーズしてる。はい、フリーズしました、このダブルで。あんまないんだよな。W がすごい便利だね。W が使えるから、ピンクワード使えるから。そうだよ。W がめっちゃ強いからな、このキャラ。結構。ただの、あの3発目のパッシブスキルっていう認識が強いと思うけど。全然そんなことない。最強のスキル、ガンクも2分の1の確率で逃げれるからね、絶対に二手に分かれてどっち行くって。もうしかも普通に見分けられないから普通に逃げれる。普通にルブランのパッシブと同じって考えたらめちゃくちゃ強い。ルブランのパッシブなんてマジで強い。それを2人のタイミングで使えるって考えたらすげえいいスキルだ。しかもパッシブも強い。そうこういう多分ね、多分エコは逃げてったやつが本体だと思ってる。多分だけど分からない。そもそもステルスだったらオタタックもできないし、出させてなくても強い。確かにアサシンに特に強そうだね。ああ逆になんかAOE で戦う先進状だとかオリアナみたいなイメージちょっとだるそう。実際まあメレーよりは辛い。まあいけるけど、これタワープレート殴るとき変身した方がいいんですよ。メレーにタワープレートは電磁度だと確か 16% か 17% のダメージペナルティが出るから、変身してるとそれが出ないんだよ。割る瞬間にメレーになって戻ったら大丈夫。うん、うん、着弾の瞬間に変身してればいい。でしかも W のタワーに乗るんでしょ。そうだからタワー割るのめちゃくちゃ早い。正直よくわかんないよな、こういうタイプのスキルがタワーに乗るのって。ああだいたいなんかもう強化されてきてるんですけど、でも意外といる。そうガサスとか、あのガサスはまあベンガーの Q とかも前、今も一応キャンセルができるようになったのか。キャンセルっていうか CD にはなるようになったのか。あダメージが確かないんでしょ。そうだね。やっぱでもファイターはね、それでいい。まあ、確かに。ダイアナも乗るし。逆に最近乗せるようにしてきてるか。ピューラも乗せるようにしたし。なんか、乗らないと
気分が悪いから。これ確定です。これ評価いい入るとずっと絶対チェインするんで、もういいのを確認して即あるキャストで、もうフラッシュもできない、ゼロテラシーだと余裕でできる。しかもあるできそうだけどできないんだ。できないできない、絶対できない。あれ、いやいやいや、タワーから出なきゃいけないからねタワーから出なきゃいけないからね、さすがに。クッキーは結構学んだしね。うん、あんまないって買わないから、クッキーだけで持つから。あ、一瞬迷ったよ、一瞬迷ったけど、なんで分かったの。勘がいい。あ、グブ来ると思ってないね。じゃあ何買うんですか。ベルトか。ベルト買います。ペネトレーションが最強なんで、このゲームベルト買います。ボットで今日ジンクスとかやってると思うけどロスチャプター強すぎる。え、うん、強いよ、最強。怖いけどロスチャプター買えないから。あ、なんとかなる。まだはマジで辛いけど、なんとかなる。あ、でも辛いんだ。辛いね。エコーもペネトレーションついてるからエコーじゃない。え、それは違うんよね。硬さも欲しい。マナよりはさすがにヘルスが欲しい。確かに。ヘルスが欲しい。当たった。いや、それ取りたい。これね、あと分かりにくいんだけど、これ、アルケンサするとき絶対に変身してるんだよね。説明するの忘れてたけど、ニコって、ウルトの、あの、なんか、でかい範囲、変身してると相手に見えないから。だからもう R キャストするときは絶対にコントロール 1,2,3 適当に押してるね。これもう絶対やった方がいい。あれめちゃくちゃ強い。敵でやられると正直意味わかんない。いきなりウルトボーンだから。そう。こっちの視点しかないから分かりにくいけど、マジで相手びっくりするから。これ2個の変身できない状況に何？ユファイト。え？ユファイト。変身中にダメージを食らうか、9回キャストするか。変身してない状態だったらインファイトでも変身できるの。できるできる。あ、そうなんだ。だから変身しててもダメージ食らう瞬間解除する。だから実質ずっと変身してられる、頑張ったら。でもいい変身カードは絶対できるんだ。できる。キリングスプリー。ルイオスも勝ってるからちゃんと。そう、見てくれてる、偉い。それで、負けてるんです。あれ、何分10分40。10分40秒。これ俺今ルルに変身してたじゃん。これうまいんだよ。味方のルルがちゃんと泉からミッドに走ってるのを見て、敵のマップに映ってないからルルに変身しといたら、マップ見てないってわけが、あ、ルルミッドだって勘違いするんで。なるほど。結構今の普通にね、敵はね5人のうち誰かを引っかかってるんで、地味に強い。効果実感できないけど。この試合いなかったけど、ヘラルドファイトが一番いいね。ヘラルドによるときに、ボットの誰かに変身してると、あ、ボットができてるって相手できるから。正直、実際それやられると、うん、その敵視点から10分使ってると、いまいち実感できないけど、敵視点からなんでうざいんだよ。普通にね、引っかかるからね。なるべく変身はね、マップに映ってないやつ、変身してやるといい。敵の視界に映るとき。難しいけどね、かなり。まあ確かに。ジェントルニーコはもう。ずっとマップでしたね。うん。ニーコは強い。世界が開けた。あとなんかあるかな。あんまないな、多分。何も起きないな。ちなみに。手元映ってはないんですけど、まだ動きが本当に少ないですね。はい、ああ、まあ、ロールやるときはこんなもんでしょ。
大体みんなこんなもんで。そうかもしれない。でも俺結構ね、大会とかだとね、あの壁に当たりかける時が待ってる。結構多分抜くんじゃないかな。マジか。もしかして老戦士で。多分そうで、エフィスに比べたら僕はだいぶ老戦士だと思う。敵を倒しました。どうなった？あれはパッドの位置は？パッドの位置？うん。位置って何？俺の手の位置か。手の位置。確かにめっちゃ左一緒だ。まあ、ロリやるときはね、よし、こんなもん。なんでマウスパッドでかいんですか？FPS やるときでかい方がいいから。FPS やるときは結構だ。敵を倒しました。振り向けないからね。実際ものはローセンチでやってる人本気に見たことない。やはりやローセンチ。確かにガチでローセンチすごいね。本当に珍しいと思う。あんまりローセンチなの正直しんどいね。ノイズローセンチのメリットはない自分は。まあ手首で普通に画面の端から端まで行ければいいかなぐらい。実際細かい絵そんなに要求されるゲームじゃないかな。これも今真っ最にねルールだと思ってね上司こいてたね。絶対知らんけど実際一瞬なんかまあ分かってたとしても脳バグれたらしいな。あこれね俺変身があるのもあるんだけどパシブはクールダウンだからスゴアールして相手クエインにフラッシュアップしたい。クールダウンだったパシブがマジでね2個ねもうマップ状況だったらね関係なくて分からん聞いたことあるけど本当に分からん。実際分かんない。あのマップバグるから、まあ、これ本物かなって目の前で変身されるぐらいじゃなくて本当に分かんない一瞬でも物資からのか見えないところが変身されると、うん、マジで分からん。両方の可能性考えないといけないから常に、うん、確認したい。このキャラ本当に敵の下に立って考えないと結構強さが分かんないキャラそうだね。敵視点じゃないとなかなか分からん。味方がタワーを破壊しました。スパンドアイテムはなんだっけ。ドライゾーンフォーカスです。いいとあるで出るからデスキャップに比べて安いからペネトレーションが早くいられる。味方がタワーを破壊しました。それとかじゃない。それはね絶対買わないです。もうスキル一人振ったら別に死んでもいい。確かにダメージが命。ヒットあるか。この辺からね、もうなんかワンコンでエリートが普通に持っていけるし、この辺はひたすらもうずっと決めるだけのこと。これね、前これ多分ね相手ウルト見えてないよ。もう見えてない。アミールだったから。そういったから飛び上がった瞬間に相手も反応してるね。そうだね。飛び上がった瞬間に今フラッシュ反応して人はみたいな。フラッシュなら避けれる場合は多いけどやっぱフラッシュみたいな瞬間移動じゃないとどうしても危ないからね。そうだね。実際今、うん、ジンは避けてフラッシュを食らったから。そうだね。マジで今今が強い。ジンできるのかな。できるかな。遅いブリンクは普通に食らうか。今のはね、まあ普通になんか近づけたけど、基本的に E フラッシュだね。E フラッシュが強い、このキャラ。E フラッシュ、R、ベルト Q ってやって、もう終わりにしようか。E フラッシュで E キャリーが取ると100% しちゃったら、ああ、やばいんだよな、このキャラ。まあフレンズ持ってなきゃ、テナシー持ってないから、キャリーは。まあ、絶対チェインするね。新進したの、書類機、おかしい。3だから3。おっ発見。
なんでイグナイト消してるんですか。ちゃんとイグナイト使ってますか。おお、あっさり勢いに入るのがいいよ。あ、今外れた。ああ、今外れた。味方がタワーを破壊しました。しょうがなくない。しょうがない、そういうこともある。今のイグナイト打たないでしょ。ああ、いや、打ちます。打たないよ。打ちます。イグナイトとか言いやすいって言うのさ。頑張って頑張って。俺の通行早い。味方のタワーを破壊しました。うまい。うまいグレイブス。ここでね、マジでね、覚えてるわ。この部分っていう、うまって思ったの覚えてるわ。今のマジで良かった。味方がタワーを破壊しました。足が速い。味方がインフィリアを破壊しました。ない、まだ。なんでこのルーンさ、数値で見るのにさ、合計のどこのパーセントが入ってるの。マナ辛いんでね、ちゃんとマナも回復してくれたら。ブーツがいうシステムマジでいいよな。まだきついキャラマジで助かるか。ちょっと ドライゾーンフォーカスはい、まあ全然出るね。余裕で出る。打って当たった時のスキルの位置じゃなくて敵と自分の位置でしょ。うん、違う。打った瞬間の座標から当たった敵の座標の。打った瞬間なんだ。そうで、打った座標。当たった時じゃない。そうで、そこだけなんかロールっぽくなる。そうだね。大体当たった時の自分の位置なの。うん。チャンスか。ナイスグラス。これがグラカツリーコのコンボね。ウルトのダメージが7割ぐらいです。でもこの時間マジでね、ウルトのダメージが強い。本当に AP レート 1.25 ぐらいだし、ジグスの真ん中より強いよ。でペレトレーション踏んでるから ADC も絶対耐えれない。ファースト、うん、味方がインヒビターを破壊しました。2人いる。2人いる。カモシチ終わった。この部分疲労をしないでカモってもしかして。味方がタワーを破壊しました。ちなみにグレイブスに変身するとアタックスキル半分くらいになる。サモナーが退場しました。終わった。はい、ということでね、ビクトリー、いいとこがねめっちゃ出ましたね。E からヌルトとか変身ヌルトとか分かりやすいはず。こんな感じでやってください。やるときは。分かりました。じゃあ改めてニーコの、ね、まとめをね、よろしくお願いします。はい、まあ、まずはマップ見て変身すること。マップに映ってない、まあでも周りにいておかしくないキャラに変身すること。あとウルトキャストするときは変身して隠すことと、強化に当たったらウルト勝ちにすることと、あとなんかあるかな、そう、レーリングでダブルでミニマグロを切ること、まあ、大体それぐらいかな。まあ、とにかくね、そのコントロール1、2、3、4、5にキーバインドして、とりあえずそれで変身するのが一番楽だから、推されることかな。はい、そんな感じで、やっぱ XN のマウスパッドはそうですね、まあ、耐久力も言ってなかったんですけどかなりいいと思いますね。まあ、結構マウスパッド、まあ、消耗品なんですけど、まあ、それでも物によってその長く持ったり持たなかったりってやって、まあ、結構長く持つ方だなって思ってるんで、まあ、そこは一個いいとこかなって思いますね。あ、それと結構 XT のマウスパッド使ってて思うのが、こうやっぱでもゲームやってる時にそのマウス握る力とかが強くなっちゃって力入っちゃうと、そのマウスパッドが滑っていっちゃうとか結構あるんですけど、 X 線はすごい安定していて本当にその滑るってこともないし、逆にその表面はその滑り心地もいいというか、マウスを動かしやすいようになっていて、すごい使いやすいマウスパッドだと思いますね。うん、
マジで、でも本当にね、これみんな言われて気づくんだけど、確かにってなるんだよ、ティックス店に帰ってから。一回もマウスパッドの位置調整した覚えがない。せっかちに滑ったね。あ、こちらが今僕らが使ってるマウスパッドになりますね。はい、こちらをお買い求めいただけるのは、エリオンさん と TNG ストアと、あと Amazon でございますかな。はい、なので、まあ、もし興味がある方はちょっと探していただいたら嬉しいですね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。